7対6で、2話連続の劇的山ま幸太郎選手のね、100点サヨナラホームランということで。素晴らしい。もう現地にね、めちゃめちゃ行きたかった。今日はね、おうち観戦だったんですけどもね。現地が羨ましすぎましたね。まさかのね、びっくりしましたよね。2話連続のサヨナラホームラン。 まあでも、プロ初のさよならホームランということでね、もうおめでとうございますもうね、今までのね、うっぷんフラスカのあの、ハラスカのようなね、神宮での圧倒的なね、ノーゲームがね、続きましたよね。もう素晴らしい、もう。本日のね、先発、先発ピッチャーね、スワレス投手はですね、一日初のね、あの、登板でしてね、えっと、松本選手にね、ああ先頭打者ホームランをね、許したものの、 ええと、2回3回とね、無失点でね、ちゃんとね、抑えてくれましたよね。2チャームのね、クリーンアップをね、ちゃんとね、パチパチパチとかね、抑えてくれましたよね。5回をね、最初、あの、最小失点にね、抑えて、3点失ったもののね、あの、バントもね、しっかりこう、パーンと決めていただいてね、もうね、今後に期待、<laughs> 大です一方ね、ニジハムの先発ピッチャーね、上原投手とですね、えっ、ー、と、二番手の吉田康生投手はですね、まあ二人ともね、マジであの、お手上げですって感じでしたよね。もうね、あの、 全然ね、タイプが違ったと思うんですけども、あの、まともね、あの、絞りにくかったんじゃないかな、と思います。そのね、加藤投手もそうなんですけどね、あの、ファイターズ、マジであの、いいピッチャー揃いすぎてませんほんまに。あのー、ね、羨ましいですよね。マジで揃いすぎてると思います。はいえー、3点ビハインドからね、7回オスナさんと青木さんと内山さんがね、もうね、チャンスを作りに作りましてね、ノーアウト満塁でね、我が押し。 長岡選手がですね、タイムリーヒットをね、カキーっと打ちましてね、もう2点差にね、なりましたね。<laughs> さらに、イダはね、浜ちゃんこと浜田選手。<laughs> 宇宙海のね、同点タイムリーツーベースということで、<laughs> ナイスバッティング もうね、今年はですね、えっと、内山選手とね、我が推しの長岡選手とね、あの、浜田選手のね、もう活躍がね、あの、たまりませんね。もうね、<laughs> 素晴らしすぎる。ただね、あの、ちょっと突っ込みたいところがね、あの、皆さんもあのー、お気づきというか、ドを多分ね、わか、あのー、ね、思 だと思うんですけどもねあの、一塁ランナーがね、あの、一塁ランナーのね、あの、長岡選手がですね、えっと、ホームでね、タッチアウトになっちゃったんですけどもね、あのー、昨日もあの、動画で触れたとね、思うんですけどもね、あの、三塁コーチャーのあの、森岡コーチさん、森岡森、森岡コーチだよ。あの、あのタイミングで回しますか、本当にほんまに、あそこで、も びっくりしたわ。マジでね、あそこで止めたらね、ノーアウト2、3塁でね、上位打線でしたよね。もうね、回す必要がありましたかほんとに。<laughs> もうね、結局ね、その後、あの、無得点で、ね、同点になりましたけどね、ほんまに昨日から、その日に頼む、ほんまに昨日から頼みますぜ、ほんまに。そして、8回は大西投手。昨日のね、試合で、あのー、延長が11回ありまして、まあ、ピッチャーをね、あの、ふんだんに、あのー、 マジであの、豪華ディナーみたいに使っちゃっててですね。あの、まあ、勝ちパターンをね、使えなかったのはね、わかる、わかる、わかるんですけどもね、非常にわかるんですけども、あのね、まあ、耐えきれずね、勝ち越しされちゃいましたね。それでもね、その裏ね、大ベテランのね、青木選手がですね、タイムリーでね、あの、同点になりましたナイスバッティーウーあらばがね、いけるぞと思ったんですけどね、9回ね、あの、九回、えーと、まさかの、 という感じになりました。えっさっき投げてましたよね。あの、しかしね、あの、しかもね、今日ね、あんまり調子がね、良くなさそうだったんですけどね。うーん。変えるかなと思ったんですけどもね。うーん。まあ、引っ張ってね、2点カチコチされちゃいまして。まあ、まあ、ちょっと、それはそうなるわ、と思ってたんですけど。もし、その裏、宮本選手がですね、デッドボールで出塁いたしましてですね、ひ美選手がね、ツーベースで、 ノーアート2 3、3塁。さ同点の場面でね、山崎選手、ここで ですね、二日連続でね、もう劇的な試合が続くというね、もう素晴らしい。神宮はね、何が起こってるんだという話ですよね。わあ、私、現地に行きたかった行きたかった正直ね、山崎選手にはですね、同点打をね、期待してたんですけどもね、まあ、高校でさよならホームラン来るかと思いましたね。もうさすがすげますね。山崎選手がですね、ホームにね、帰ってきた時にですね、 あの、選手のね、他の、あの、選手の皆さんがですね、あの、水とかね、うわーとかやるじゃないですか。もうその後ろでね、あの、我が家の長岡選手がですね、あの、すっごい蹴ってるのが面白すぎてね、一人でね、積もってました <laughs>。<laughs> はい、明日も勝ってですね、1ハムに3立て、そして、5連勝といきましょう